ラランララーン。ほのかさんの顔が明るい。ルンルルンルルーン。チカの表情も明るいです。二人ともうまくいったみたいだね。すっきり。体に羽が生えたみたいだよ。それに前より動きのキレが増した気がする。筋トレの成果かな。それにしてもこんな短期間で成果を出すなんてすごい。二人ともよく頑張りましたね。それもこれも全部カリンさんのおかげだよ。ありがとう、カリンさん。頑張ったのはあなたたちよ。私は少しお手伝いしただけ。その分自分を褒めてあげて。かっこいいよ、カリンさん。私はそんなカリンさんを褒めたいよ。私もカリンちゃんの練習はすっごく参考になったよ。正しいフォームで負荷をかけて理想のボディを作る、そんな発想をしたことなかった。私も今までできなかったダンスもできるようになった。なんだかレベルアップした感じがする。りなちゃんボードチーン。まさに筋肉は一生の財産。カリンの言う通りですね。そう言ってもらえると嬉しいわ。でもね、ここからが大変なの。大事なのは続けること。実はそれが一番難しいの。トレーニングにゴールはない。だけど続けた人だけがたどり着ける未来がある。ゴールはないか。でもこの成長を一度感じちゃうとね。うん、頑張れる気がする。りなちゃんボード、うん、素晴らしい。まさに継続は力なり。カリンの言葉胸に染みました。ほのか、チカ、聞きましたね。ですからあなたたちも。いただきます。で、なんでパンを食べてるんですか。だってお腹が空いちゃったんだもん。何のためにトレーニングしていたのか忘れたのですか。でもカリンさんは無理な食事制限はいらないって。確かに言ったけど、取るべきは良質なタンパク質や脂質、炭水化物は控えめにしておいた方がいいんじゃないかしら。そういうことです。そのパンをこっちに渡しなさい。久しぶりのパン食べたいよ。チカちゃん逃げよう。うん。あ、待ちなさい。二人とも懲りないな。まあそれがほのかちゃんとチカちゃんらしさではあるんだけどね。うん、確かに。なんだかいつも以上に生き生きしてるように見える。ほのかちゃん体が軽いよ。どこまでも走れる気がする。うん、これもトレーニングの成果かも。逃げ足まで速くなるなんて、カリン何とかしてください。